にちは、手相鑑定士の町田香織です。本日はくじ運が良い手相っていうのをご紹介したいと思うんですけれども、以前にも動画で多分座右線についてはご説明してると思うんですけれども、今日はねちょっと年末っていうことで、もしかしたら宝くじとか買う方もいるかもしれないので、ちょっとくじ運がいい手相っていうのを紹介したいと思います。くじ運はここの座右線で見るんですけれども、座右線は小指の下、縦の線になりますね。でここの縦の線、小指の下縦の線がある方は多いんですけれども、この小指と薬指の間にある線がある場合、くじ運がいい層になります。くじ運というかお金をこう回して増やすっていう感じなんですけれども、なのであんまりこうちま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 貯めるよりは回していった方がいいっていう感じですね。で一応ねくじ運がいいとも言われてるし、あとなんか懸賞なんかにもこう当たりやすいっていうふうには言われてます。でそれプラスこのちょっと赤の点線で書いたんですけれども、直感線っていうのがありまして、直感線なんかあるとよりいいんじゃないかなというふうに思います。虫の知らせとかね、そういう意味があるんですけれども、そんなことでもしあったら宝くじ買ってみてもいいとは思います。ぜひ参考になさってください。で、私の方でもね鑑定や講座やっておりますので、お近くの方は対面で、遠方の方はオンラインでお会いしましょう。また対面の方は一応コロナ対策もしておりますので、またいらしていただければなと思います。で年末年始占いの方、少しお得なキャンペーンとかもやってますので、ブログの方をご覧になっていただけると嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。失礼します。